どうも、おとまきです。今日はちょっと珍しい格好というか、今普通に上半身だけだとまあって感じなんだけど、こういうね、あのトレーニングウェアでスタートしています。というのも、前回ライブをね、5月21日にやらせていただいて、そこから約もう1ヶ月ぐらいか経ったんですけど、9月にもまた大阪と東京でライブがありますので、5月の時のライブはね、歌って踊るようなライブを久々にやったんですよ。で、衣装もさ、ボディラインが見えるような衣装だったりとか、まあ、下半身とかも黄色っぽいあの衣装を、結構お尻周りとかも見えてたのかな、あの衣装。この1ヶ月ぐらいちょっとサボりにサボったりとかしてて、ちょっとずつね、もうそろそろやんなきゃなみたいな感じではいて、ちょっと焦り始めてます。なので、ちょっと今日も下半身をね、やっぱ中心にトレーニングしていこうかなと思いますので、その動画を撮っているっていう感じですね。というわけで、じゃあ早速やっていきますか。でーでーこの辺なのかな、斜め。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。全体的には4つぐらいね、メニューを回数でやっていきたいなって感じなんですが、最初はまず四つん這いになって、片足ずつね、10回ずつ横に上げていくような形。まずは左足からやります。よいしょ。1、ここ今なんか意識してるところあります？8、ここに来るの、9、ヒップの上あたり、ちょうどこうやった時にここに、このあたり、うん、欲しいところが、これ10回かな、はい、で本当は重りつけれるなら重りをちょっとつけてやったりとかした方がより効果的かなと思います。今度は四つん這いになった状態で、このまま足を上げていく感じでやっていきたいと思います。これもね、多分本当さっき同様この辺に効いてくると思う、うん、ちなみになんか、うん、ヒップラインがすごい綺麗な人って、うん、私も憧れるんですけど、芸能人の方で、ね、どういう、どの方が目指したいとかありますか？でもローラさんとかさ、マナオさん、うん、とかちゃんとやってる感じがする。はい、じゃあお次行きます。次はね、みんなもよく多分やったことあるかな、知ってると思うんですが、片足を上に上げていくようなやつですね。で、この時に私が意識してるのは、こう上げる足がこうバナナみたいな足にならないというか、こうならない、うん、ちゃんとこう、こっち側、外向きというか、食生活で一個したいのが、タンパク質は私も結構頑張って取ろうって思ってるんですけど、うん、どんな感じで意識して取ってますか、タンパク質？プロテインを毎朝必ず取る。ああ。まあ、植物性タンパク質とやっぱお肉とかで取るタンパク質も両方取った方がいいかも。あとなんか今時さ、ヨーグルトとかにもさ、めっちゃ入ってるやつあるじゃん、オイコスとか。あ、ありますね。グルテノとかオイコスとか。そういうのも意識したりとか。結構なんか、熱くなってきた。代謝がね、上がるから、下半身って。下半身を鍛えるとやっぱ筋肉がさ、こう大きい部分がさ、鍛えられるとさ、代謝がアップされてさ、痩せやすかったりとかするから。一石二鳥で、綺麗なボディラインを作るついでに代謝も上げて落としていく。で、あと最後にまたパカパカみたいな感じなんだけど、それもまあまあきつくて、家族とか
いる人はここをなんかちょっと家族に押してもらう、あ、負荷をかけて、そう、負荷をかけてこう自分がこう開くのを邪魔してもらうというか、というわけで今4種類をねやっていきました。ちょっとこのメニューをやるとまあまあハーハーするような感じのメニューかなと思います。というわけで、まあ、こういったトレーニングはこれで一旦終了にはなるんですけれども、このあとねトレーニングやって汗をかいてお風呂に入るから、そのお風呂に入るついでにできるような、まあ、トレーニングのやり方があって、こちら私が使っているマイトレックスアクアリフトっていう商品なんですが、これお風呂で使うもので、これをさ浴槽にさ敷くじゃない、でここにね乗っかるわけ、こういう感じででこうやってお風呂入ってる時にね、こう乗っかってるとこの EMS のパワーで刺激がね来るんですよ、筋肉。結構ね、表面だけじゃなくって奥の奥の方までの筋肉が刺激されるので、うわー効いてるーみたいな感覚。この後ね、あの実際にどんな感じでお風呂で使用しているのかっていうのをね撮っていけたらなと思いますので、はい、というわけでお風呂にねちょっとやってまいりました。でこれをね使っていこうかなと思うんですが、今はねちょっとあの見てもらいやすいようにお風呂の中のこうお湯はちょっと薄く張ったような感じにしてます。早速使いますね。じゃあスタート。おお、簡単になった、まあ、電源をつけた段階でレベル的には1なんだよね。でも1でももうもうもう効いてる感はちょっと感じる。レベルが段階的に20段階あって選べるんですよ。だからこうちょっとずつこう強めにしてって、あーここまでだなっていうところで止めといてもらって、まあ、15分間ぐらいやり続けれるような段階がおすすめかな。今ちょっとずつねさりげなくレベルを上げてるんですよ。上げてるけど多分これ7かな、7ぐらい、7ぐらいでもこうお尻の筋肉がこうクークークーってなってるような感じ。もうちょっと上げてみようかな。まだいける、まだいけるまだまだいけるぞ、まだいけるね。あーこれぐらいで結構なんかもうお尻クッてやられてるような感じ。私の場合ちょっと腰をさあのダンスとかで痛めやすかったりするんですよ。だからなんだろう、例えばこう、まあ、ヨガマットだったりとかさっきやってたやつ、他にもいろんなトレーニング方法ってあるんだけど、やっぱり腰に負担がかかっちゃったりとかするとせっかくなんかこう綺麗になりたいのに痛みが出ちゃうともったいないなと思ってて、でもこういう場合はあのお尻に集中的にトレーニングされてるというか好きなところを部分的に自分で選べるから他は全く動かさなくていいわけでしょ。それがすごく楽ちんだしやりやすいところかなとは思いますね。あと充電式なんで使い終わったらこれをそのまま出してタオルとかで綺麗に拭いてで充電してみたいな感じかな。でもこういうさ電気のものってさやっぱ水の中で使うってさ思うとさやっぱちょっと不安な感じ。結構ね防水はねしっかりされてるんですよ。あの充電するべきところの線とかもちゃんと防水の蓋みたいなのでこう覆われてたりとかするので、ちゃんと自分でこう確認してこう敷いてみたいな感じで使ってもらえれば何も問題ないかなって思うかな。結構今割と強めに当ててもらってると思うんですけど、そう体がちょっとですね微妙に動くぐらい。痛みとかってないんですか、足の方には全くないかも。痛みがないかな、なんならこうマッサー
のついでにしてくれてるような感覚。やっぱねお風呂だとこういう EMS 系ってさ通電性が高まるからすごくなんか刺激もこう全体的にファーファーファーと言っていいかも。ついでにね別の部位例えばふくらはぎとかそういう場所をちょっと試したいと思います。おお。私今さ自分の意識で何にも動かしてないんだけど足がこういう状態になる。あでもね痛みとかではないよ。電気の力で勝手にこう足が動いちゃうようになってさ、お風呂入ってるついでにできるんだよ。めちゃくちゃいいです。なんか女性にとってついでにできるながら的なね最高すぎます。しかもさその15分間やるって自分で決めてるとしたらさ15分間の半身浴にもなるじゃない、うんうん、健康になった気分により慣れるよ。約15分間ぐらいかもうやってみたんですがなんか血流がすごい良くなっていくような感覚、なんか体がポカポカするような感じになってますね。それでも毎日使ったらさ、うん、あーちょっと待って今太ももにやったけど同じ強さで太ももやったら結構くるじゃない。これ多分あと10分間ぐらいもも裏をやったら明日すごいいい筋肉痛になりそうです、うん、これやったら結構楽ちんにトレーニングできるので皆さんよかったら気になる人はね検索してみてください。概要欄に貼ってあります。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。